バンバ魂。ジャガバンバ魂。この番組はバンエイトカチの提供でお送りします。皆さんこんにちは、栗山さゆろです。こんにちは、杉山悦子です。ここからの30分はジャガバンバ魂にお付き合いください。バンバ魂は世界で唯一帯広競馬場で開催されているバンエイ競馬の楽しさをお伝えします。そしてバンエイトカチの魅力もお伝えできればと思っています。バンバ魂ではメッセージを受け付けています。今日のメッセージテーマ、今日のメッセージテーマはやり直したいことは。なんでエコーかかるんですか。テーマだからね、はい、やり直したいことね。まあ自分の過去に目を向ければね、うん、やり直したいことはいくつも出てくるんじゃないのかな。ただ自分の過去に目を背ければやり直したいことは別にないよということになるのかもしれません。それは人それぞれいかがでしょうかね。皆さんからのメッセージはjaga@jaga.fm jaga@jaga.fm に送ってください。お待ちしております。2週間後には来シーズンへと突入していきます。この1年間を通して、または人生を通してやり直したいことを教えてください。なんかテーマ重いね。え、テーマ重いね。まあ重いのか軽いのかというのは、うん、それは人それぞれでございます。いいえ、お金はいただきませんみたいな感じで。そういえば何それ、バランスエールスマンのやつ。そう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 、なんだっけ、モグロだっけ。私の名前はモグロ福蔵。いいえ、お金はいただきません。あらあら、杉山さん、それやり直したいと思わない。いやもう全然絶好調で、ね、うもう再放送再放送もこれでもどっかんどっかん受けてるでしょうね。こちら、まあ、先週のテーマが名作漫画といえばというねテーマでしたが、はい、再放送の時間帯にいただいてるのかな。ありがとうございます。こちらは三重県からねいただきましたよ、はい、うん、再び、はい、ドラゴンボールで、うん、ドラゴンボール、あ、エピオンですよね、魔人ブーでいろんなものに出てるよ私。出てるよね、うん、と思うけどね。どのキャラクターもユニークかつストーリー展開も絶品で、これほどハマった漫画はありません。孫悟空を取り巻く人間模様も素晴らしくて何度も感動しました。孫悟空がエッピョンを楽すシーンなど、あ、魔人ブーだった。でも魔人ブーはだんだんこうフォルムが変わってきますからね。どのタイミングの魔人ブーかっていうのは、それはリスナーの皆さん、あなたが決めることです。あげたらキリがないですが、必死に地球のために戦う悟空の姿に何度も勇気づけられました。最初はギャグ要素の多いコメディ漫画風でしたが、話が進むにつれてバトル漫画の王道となり、戦闘シーンの描写は今のバトル漫画の基礎となるシーンを多く確立させたと思います。例えば木を操り相手にダメージを与えたり、ダメージの大きさを測り知るための周辺のものを破壊させたりする描写などは革新的でしたね。メールありがとうございます。すごいね、大好きなんだね。大好きなんですね。ねえ、うん、語らしたら時間足りないよって感じだね。確かにドラゴンボールは本当に名作中の名作でございますのでね、私も持っております。なんか今日楽しいことあった。え、なんかいいことあった。いや、どちらかというと、うん、ね、この番組が終わった後に非常に大変なタフな時間が待っておりますので。あ、そうなんですか。はい、はい、じゃあずっとこのスタジオにいられるといいなと思います。あのテーマ通りにやり直したいことは何ですか。やり直したいことは、まあ本当真面目に言うと、あの高校1年生2年生やり直したいよね。話長くなりそうだね。うん、うん、もう全く勉強しなかったのを本当に、うん、少しずつでもいいから、まあね、勉強しとけばよかった。それが真面目に言ったやり直したいこと。そう、あと軽く言ったのは昨日飲みすぎちゃったとか、そういうこと。ね、うん、昨日家で、うん、番組の編集しようと思ったパソコンのマウス使うんだけど、うん、マウスを会社に忘れて帰って、うーわ、オーマイガー。で、家にもマウスあるんだけど、うん、これがまた使えないマウスで、困りマウスみたいな。え、ちょっと何、ちょっと踏み込んだ大好きそういうのねえ、そんなね、うん、しゃれ言うのはちょっと躊躇した方が良かったと思いますよ、マウスだけに。ええー、ちょ
まあまあまあ、はい、もうほんとね、もうパソコンごと壊してやろうかな。だからもう一回ね、ちゃんとマウスを忘れずにカバンに入れとけよ。平和だね、ということは、はい、何何もじ CM の時間でしょ。いえまだ大丈夫だよ。やり直したいことですか、それを言っちゃきりがないというね。生まれて2歳ぐらいに戻りたい。何、はい、何でも三つ子の魂100までっていうじゃないですか、はい、だから2歳に戻りたい。はあ。そうするとバンバ魂。1トンを超える馬、900キロの重り、200メートルの戦い。残り10メートル、8番の目白剛力先頭だ。一馬身とじわりと突き放して、残りわずか、8番、目白剛力です。世界で一つだけの競馬、帯広競馬場、バンエイト勝ち。農家から直送の新鮮野菜、地元素材のスイーツとこだわりのコーヒー、機能的でおしゃれなギアが揃ったアウトドアショップ。やっぱり食べたい十勝名物豚丼。絶対行きたいショッピングモール。そこはどこ？帯広競馬場十勝村。競馬に競輪オートレース、楽しめちゃうのはオッズパーク。競馬競輪オートレース、楽しめちゃうのはオッズパークだけさ。オッズパークだけなの。競馬に競輪オートレース、オッズパーク、今すぐダウンロード。万栄競馬サウンドコレクション、馬の稲鳴き。これタクト君にはちょっと指導しとかないとダメだな。何ですか、あのディレクターの。そう、あの小西の声でね、馬の稲鳴きって言ったけど、はい、情報が足りない。これあの正確にはエッピョンを前にした時のバンバの稲鳴きだっていうところまでちゃんとあの記さないと。で馬は何て言ってたんですか。何と何と稲鳴いたんでしょうか、馬が、うん、それ私は馬の前にして さっきはタクト君のナイス判断で、うん、エピオンがね、2歳ぐらいに戻りたいって言ったところで強制的にコマーシャルに、ね、あの切り替えましたけどね。ディレクターのタクト君、ナイスジャッジ。その辺の思い切りはいいと思うよ。だけど何、ね、うん、帰ってって感じで馬が言ったの。いや聞いてみる。万栄競馬サウンドコレクション、馬の稲鳴き。エピオンが来た。帰って。違うよ。そうだよ。結婚して頼む。結婚してくれ。攻めるね、レースがない時は。違うかな、そう聞こえたんだ。求愛、要は私は求愛されたんじゃないかと思ったんですけど。タクト君ハニーとタスナー持ってきてよと。なんならソリも持ってきて、はい、先行こう。はい、はい、今週放送したのはエピオンを前にした時の馬の稲鳴きでした。稲鳴きとは馬の鳴き声のこと、つまりあの犬の稲鳴きとかそういうふうには使いません。高い稲鳴きや低い稲鳴きは意味合いが、それで高さに変わってくるということです。最もメジャーなヒヒーンという鳴き声は遠くの馬同士で呼び合う時や自分の存在をアピールしているとのことです。そうですよ、私に対してアピールしてきた。まだ言うか。はい、次行きましょう。それで、それではね、はい、もう本当にあのね、暑いで、いや暑かったよ今回ね。 WBC も暑かったけど万栄記念も暑かった。そうです、うん。ではここで月曜日に行われた万栄最強馬を決める重賞レース第55回万栄記念を実況音声とともに振り返ってみたいと思います。その実況、まずは4分間のレース実況です。お聞きください。
大歓声に包まれています帯広競馬場。メイン11レースは農林水産大臣賞典第55回万栄記念 BG1。 今年はヒーティングを止めず砂をほぐし舞台を整えました。距離世界一長い一波論戦スタートしました。10頭飛び出して第一障害に向かいます。内から2番コマサンブラック上がってきました。うんと青のブラック1障害膝をついた。外すんなりとメムロボブサップ最初の障害降りています。万栄記念らしい第一障害です。さあ前ですが2番コマサンブラック、そして9番メムロボブサップ、さなく昨年の覇者8番のメジロゴーリキ、内は1番のインビクタ。この4頭が1、2障害中間の手前です。すでに何度も何度も各馬刻んでいます。ゆったりとした流れです。前4頭の後に7番ミノルシャープ、そのうち6番引退レース松風雲海、4番の青のブラック上がってきています。そのうち3番アーモンド軍神、そしてこちらも引退レース5番北野裕次郎、外は6歳馬10番皇帝。ゆったりとした流れです。各馬何度も何度も刻んでいます。また歩を進めて8番目白剛力が先頭で2障害手前、内インビクタメムロボブサップと集まります。前半は2分3秒で来ています。万栄記念らしい前半のペース。さあ各馬が2障害の手前に集まります。各馬じっくりと溜めて8番目白剛力2障害を登っていきますが、坂の中腹今年は止まりました。内インビクタも止まっている。外9番メムロボブサップ上がってくるが、うーんこれも坂の中腹止まる。内は青のブラック北野裕次郎、うーっとインビクタ膝をついた。外は皇帝。さあ各馬の挑戦が始まりました。第2障害上がってきた4番青のブラック、青のブラックが先頭で第2障害寄ります。そして9番メムロボブサップが2番手で第2障害寄りました。さあ3番手以降8番メジロゴーリキ3番手で下っていって、その後2番のコマサンブラック続きます。前は残り 30m 切りました。4番青のブラック先頭3馬身のリード、追いかける9番メムロボブサップ2番手、あとは開いてメジロゴーリキコマサンブラック残り10、青のブラック詰まった。これをかわした9番メムロボブサップが行く。立て直した青のブラック残りわずか、9番メムロボブサップ、最後際どく青のブラック並びました。その後8番のメジロゴーリキ3着です。4着に藤本匠騎手の松風雲海ね。はい、ということで第55回万栄記念の実況を聞いていただきました。お聞きいただきましたようにメムロボブサップが万栄記念初制覇となりましたね。管理している坂本統一調教師、そして騎乗した阿部武富騎手は北勝勝号で制した2021年以来2度目の制覇となりました。またこの日ですね、1日の来場者数なんですが前年よりも500人ほど多い上回る5239人、そして万栄記念のこのレース、一つのレースの発売額が1億9723万400円と、一つのレースあたりの最高額を更新したということなんですよ。すごいよね。見応えありましたよね。1レースの発売額が僕の年収ぐらいになる、うん、こらこら桁が分かんなくなっちゃう。夢だ夢夢にも程があるみたいな。程があるよね。本当だ。昨日も2億円のチャンスをね逃してしまいました。また、うん、もうこれで2億円逃したの何回目かな。もう50回ぐらいになってるんじゃないかな。やり直せたらね。いや、やり直違うの買うの、ね、やり直してほしいね、抽選を。そっちかい、自分じゃなくて、うん、ロト6 そっち。2億円のチャンス。万栄記念どうでしたか、会場で見て。いや、もうあのひどい人だかりで。ひどいの。ものすごいでしょ。ものすごい、うん、
でリポートをしてたじゃない、うん、そしたらさ、あの僕があのなんていうのプライベートで電話をかけてるように見えるんだろうね、電話でリポートしたんだけどベストの後ろ掴まれて、おい栗みたいなね、え、なんかこう看板持ってって、あの動けませんそんな持ってたら、こうやってあの今ジャガ中継中とかやるんじゃなかったっけ、いややりませんけどやってください、そしてあのエッピオの無茶ぶり、なんであのスタンドの中央にいますね、うんうん、で第五音楽隊がこの後みたいな感じだったと思うんですけど、うんうん、でそこからスタートゲートの馬たちの様子どうですか、見えません、じゃ見えるとこに行ってって感じ、いや100メートル以上あるわね、まあ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 でも本当に熱気でやっぱあのさっきのね、うん、第五音楽隊のあのファンファーレが鳴った瞬間こう温度がね3度ぐらい上がった、気温が、そうですよ、あの中央競馬でいう有馬記念ですからね、北の有馬記念という ね、すごいよね、うん、もうねみんながねこうふわーっとこう盛り上がるんだよね、ゾワゾワーっとするでしょ、ゾワゾワーっと、よし行け藤本匠と思って、うん、いいんだぞいいんだ、3番以内に入ればもう十分だからと思ってね、全体的に見ようよレース、全体的にはやっぱり、うんうん、最初にインビクターがねやっぱり膝をついて、はい、これはバンエー記念らしいって言ったらちょっとねあれかもし、うん、語弊があるかもしれないけど、そうですそうです、いいんですいいんです、ね、うん、やっぱり厳しいレースなんだなと思って、その人気の3頭がねこう行きましたと、うんうん、もうそこから先はねもう砂煙と観客でもうわちゃわちゃよ、そう人気の3頭っていう言い方もあるし、うん、やっぱり競馬ってあの強い3頭っていうの、うん、まあね、うん、いける3頭っていうのか、そう青のブラックは悔しかったね、いやー藤本匠騎手も追い上げたんだけど、わーっと追い上げた、あーこれがでも競馬は噛み合わない話が、ね、楽しみだ、うん、これは本当に、はい、まあということでね、はい、コマーシャルの後、コマーシャルの間に、冷静さを取り戻しね、コマーシャルの後は BG1 第55回万栄記念を制した目黒ボブサップ号に騎乗しました阿部武富騎手、管理している坂本統一調教師の勝利インタビューをお聞きいただきます。1トンを超える馬、900キロの重り、200メートルの戦い、残り10メートル、8番の目白剛力先頭だ、1馬身とじわりと突き放して残りわずか、8番目白剛力です。世界で一つだけの競馬、帯広競馬場、万栄十勝。農家から直送の新鮮野菜、地元素材のスイーツとこだわりのコーヒー、機能的でおしゃれなギアが揃ったアウトドアショップ、やっぱり食べたい十勝名物豚丼、絶対行きたいショッピングモール、そこはどこ、帯広競馬場十勝村。競馬に競輪オートレース、楽しめちゃうのはオッズパーク、競馬競輪オートレース、楽しめちゃうのはオッズパークだけさ、オッズパークだけなの、競馬に競輪オートレース、オッズパーク、今すぐダウンロード。さあ時間もねなくなってきましたので、はい、それでは万栄記念を制した目黒ボブサップ号に騎乗しました阿部武富騎手、管理している坂本統一調教師の勝利インタビューをお届けします。まずは阿部武富騎手のインタビューです。見事目黒ボブサップで勝利しました阿部武富騎手です、おめでとうございます。ありがとうございます。今率直なお気持ちをお願いいたします。ほっとしてます。各馬が第一障害で苦戦する中の非常に厳しいレースでした、どうでしたか。そうですね、まあここ近年になく乾いた馬場で万栄記念だったんで、まあ苦戦するだろうなと思ってたんですけど、障害もね一腰じゃ絶対無理だし、なるべく早く下ろしたかったんですけど、ブラックが先に降りてたんで、まあ、それでもうまく降りてくれました。流れなどはどうでしたか。そうですね、まあ、この馬場だったんで流れは
ゆっくりにはなるだろうと思ったんですけど、まあ、タイム的には、ね、予想したぐらいのタイムで行ってました。今最初にお話になりました通り、青のブラックが先に降りて追いかける展開でした。障害どんな気持ちでしたか？そうですね、本当はもう先に降りて逃げたい気分だったんですけど、高重量戦だったんで、まあ、そうはいかず2番手に降りたんですが、まあ、最初ね差開いてたんで、まあ、差し切れないかなと思ったんですけど、もうすごく本当に頑張って歩いてくれました。一度も止まらなかったんじゃないですか？そうですね、まあ2回か3回は止まるんじゃないかなと思ってたんですけど、よく辛抱して1回も止まらずゴールしてくれました。どのあたりで勝利を確信しましたか？いや、もう入るギリギリまでわからなかったです。バイエン記念を制しました。バイエン記念というレースは阿部武富騎手にとってはどんなレースですか？そうですね、やっぱりこのレースだけはね、他の重賞と違って、まあ、特別なレースなので、どの騎手もそうだと思うんですけど、出たい、乗ってみたい、一着取りたい、本当に有名のレースだと思います。気は早いですけども、来年度に向かってどうですか？まあそれはまだ何も考えてません。今後メムロボブサップ来年度に向かってまた目標もあると思うんですけど、どうですか？そうですね、まあ馬の体調と馬と相談しながら少しずつまた一からやっていきたいと思います。では最後にファンの皆さんにメッセージをお願いいたします。これからもメムロボブサップと阿部武富応援よろしくお願いします。阿部武富騎手でした。おめでとうございます。まあインタビューされてる方もね、とにかくバンエートカチに対するこう気持ちというか愛情というかね、現れている、はい、気持ちがこもったインタビューでしたね。そうです、そうです。では続いてはね、坂本東一調教師のインタビューです。第55回バンエー記念メムロボブサップ見事勝利、管理します坂本東一調教師にお話を伺います。おめでとうございます。まず今のお気持ちをお願いいたします。いやー、それはもう皆さん分かってるんじゃないかと思うけども、こんな嬉しいことはないです。ということで、レースはどう見てましたか？ちょっとうちの主戦場地ちょっと見せてくれますね。勝ったのはいいけど、ちょっとみんなをハラハラドキドキさせるところがまたいいレースだったんじゃないかと思います。今年1年メムロボボサップの戦いぶりについてはどうですか？もう年中通して最高の健康状態に持ってきているので、負けても全然悔いはなかったし、もう主戦場機はもう毎日欠かさずやってるので、それはやっぱり私も信用して任せています。ゴール前どんな心境でしたか？もう馬とジョッキーよりも私の心臓の方が持たないんじゃないかっていうぐらい力入りました。勝った時のその喜びというのはどうでしたか？周りには誰も孫しかいないので、やった。さて来年度に向かって今度は追われる立場になると思うんですけれども、そのあたりどうでしょう？それは私の考えはいつもその健康状態と健康と、まあライバルがまたパワーをつけてくるし、これを考えてくる乗り方をしてくるので、やっぱりそれの作戦はいろいろあると思います。7歳馬ですけども、そのあたり伸びしろという点ではどうですか？この1トン級というのは速いレースじゃないので、年まだ10歳までは健康状態が十分であれば一番こういう流れの方がいいです。もう速いレースの方が馬に負担きます。わかりました。では最後にファンの皆さんにメッセージをお願いします。まあ、これからも皆さんの喜びを与えるために私らも頑張っていきたいなと思っています。スタッフと助金が頑張ってくれるので、それに私も感謝しながら手伝いをしたいと思います。坂本東一調教師でした。おめでとうございます。ありがとうございます。笑顔が浮かんできますね。ねえ、もうね、コメントが粋でしたね。まあ、うん、はい、ジョッキーよりもね、もう自分の心臓がと。そうですね、でもあの WBC ロスじゃないですけど、万英記念ロスにちょっとなりそうなんですが、第55回万英記念の結果です。1着お聞きいただきましたようにメムロボブサップ、2着が青のブラック、3着がメジロゴーリキ、勝ちタイムが3分34秒4ということです。人気の上位馬で決まったんですが、3番人気のあの馬だったんですけどね、はい、うん、クマさんブラックがね、これがね5着
掲示板には載ったけども駒山ブラックいいとこ行ったんですけど5着に終わってしまいましたという結果になりました、はい、ねね、まあ、こうして今日はねやり直したいことがメッセージテーマなんですが、うん、ラジオネームこちらが、キモショウさんです、はいはい、36歳の方ありがとうございます。僕は高校を中退したので今でも寝てる時に夢で高校に通っている夢を見るので、うん、高校の時に戻って辞めずに卒業したいです。すごいめちゃめちゃ真面目に答えてくださってありがとうございます、ね、自分がふざけてたのそれ取り戻したいでしょ、戻したいでしょ。いや僕は真面目なこと一応言ったから一つそうだったっけ。でもね、うん、僕も卒業式に出てないんですよ、就職とかの関係で、うんうんうん、まあ、別に出たくなかったっていうのもあったんだけど、で出てないから、うん、卒業してない夢見る。やっぱりどっか残ってるね。どっか残ってると思う多分、うん、そういうことなんだ。だからねわっと起きちゃう、うん、あなた本当は卒業してませんよみたいな、うん、ああ、ね、やっぱり夢に出るってそういうことなんね。そうなのさね、え、うん、まあ、一緒にね頑張って、まあでもこういう気持ちを持ち続けるっていうことはきっといろんな向上心につながると思います。キモショウさんありがとうございます。ありがとうございます。では来年度のね、バンエイト勝ちの開催日程についてご案内ください。はい、令和5年度になります。バンエイト勝ちの開催日程ですが、令和5年、バンエイト勝ち開幕が4月21日金曜日です。4月21日金曜日から2024年にまたがって3月17日日曜日まで25開催149日間の開催となります。主な重賞レースの開催ですが、第35回バンエイグランプリが8月13日日曜日、そして第46回帯広記念が2024年1月2日火曜日、そして第56回万英記念が2024年3月17日日曜日最終日ということになります。そして第1回能力検定です。デビューを控えてデビューできるかという能力検定ですね。4月16日日曜日が第1回目のテスト能力検定となっています。ぜひ2023年度の万英十勝にもご期待いただいて帯広競馬場に来てください。はい、4月16日はね、エピもね、うん、頑張ってデビュー目指してくださいね。さあ、それでは次回のバンバ魂は、来週金曜日午後4時半からとなります。まあ、本当に万英競馬がないのちょっと寂しいですけどね。そうなの、ロスロスロス、はい、それでは、また来週お会いしましょう。相手は栗山彩乃と杉山悦子でした。ではまた来週、さよなら。さよなら。1トンを超える馬、900キロの重り、200メートルの戦い、残り10メートル、8番の目白剛力先頭だ。一馬身とじわりと突き放して、残りわずか、8番目白剛力です。世界で一つだけの競馬、帯広競馬場、バンエイト勝ち。ジャガバンバ魂、この番組はバンエイト勝ちの提供でお送りしました。